どうも、はじまきよしろです。なんか休むとか言ってね、全然休んでないけど、喋りたいからね、ちょっと喋るわ。1日30分くらいね。本当はもっと喋りたいけど、30分を区切っていっぱいだけど。なんかね、マインドセットになっちゃうな。そういう習慣みたいなさ、おじいちゃんの話ばっかするとさ、動画を始めるたびに、ああ、そう、そののが、その、繰り返されるから良くないから、まあ、いつか話すのをやめないとさ、ずっと嫌な気持ちになる。嫌な気持ちってか、気が落ち、めいっちまうからさ、めいになるね。気がめい、気めい。ちょっとよくわかりませんが、漫画面白いね。なんかその、さ、新刊をとりあえず揃えてさ、Kindle の表紙ページになるべく新しい表紙ページ入れたいんだけど、わかったことが、ジャンプコミックスっていう電子版買うとさ、青い帯があるじゃん。あれ、ダサすぎ。尋常じゃなくださいせっかくかっこいい表紙をさ、漫画家さんが書いてる、前編集の人がどうかやってんのにさ、あの帯消した方がいいよ。本当にすごいダサい。ハンターハンターもね、ダサくなるのよ、一気に。あの帯があるせいでマジで腹立つ。超腹立ってきた。ビチ嘘がよ、本当に。漫画、ジャンプコミックスさ、マガジンとかってね、ない、講談社は帯がないんです、青い帯。まあ、差別化なのかは分からんけどさ、でもマガジンで俺買うのラブコメだから、ラブコメの表紙って別にそこまでさ、かっこよくしないじゃん。なんでそういうさ、バトル系の漫画のかっこいい表紙に限ってさ、これがあんの。紙で書いてこと、嫌がらせするよね、そうやって。なんかさ、電子書籍だからってそういう嫌がらせ多くない？明らかに俺、チェンソーマンのさ、3巻か4巻の、関東コメントに、貞子かな子が好きですっていうね、竜巻松前屋先生みたいなのが、関東コメントがカラーでめちゃくちゃ文字潰れて読みづらいって何？なんでそんな頭悪いことすんの？ほんと頭悪いよね。すごい悪い。悪すぎ。悪サーピーで。やっぱ滑らすの好きなんで俺は、自分を。つまんないことを言ったんじゃなくて、今つまんないことは絶対流しちゃいけない。ちゃんと、あ、つまんないこと言ったんだよって言って、無言の時間を作んなきゃいけないね。これは俺の縛りね。縛りプレイ。つまんないこと言ったら黙るっていう。最悪だね。何がボケとツッコミだよ。なって言って、僕何がボケとツッコミだよってツッコミをしてるって、もうむちゃくちゃだよ。むちゃくちゃやらさせてもらってますけど、ね。いや、ほんとうざいわ。だってジャンプのバトル漫画結構かっこいいよ。呪術廻戦もかっこいいし、チェンソーマンもね、五感の表紙いいよ。色がカラフルで。グッティングッティー。普通にお母さんリビングで寝てるけど。俺はなんかね、今もう困ってんの。危ね。なんかめちゃくちゃ、アップルペイになった。スマホの表紙に困ってるけど、もうなんか羅刹女王の表紙にした。羅刹女王ね。アクタージュのなんか、なんだっけ、羅刹女王の、アクタージュ羅刹女王の公式サイト行ったら、壁紙もらえるんで、皆さんゲットしてくださいね。あと、俺は、黙って普通に、公式アンバサダーの、なんか、イヤホンのサイトにあった、画像を引っ張ってきて、壁紙にしてますけど、ワルです。またワルサーピーだ。ワルサーピーって、なんだっけ、ワルサーピー 38? クソがよ、エンターすなよ、アホ。イコロスぞ、マジで。いてまんぞ。ワルサーピー。なんて読むんだよ、これ、ワルサーピー。ダサ。よ。ワルサーピー38って。英語じゃないから、ワルサーがカタカナなんで。ワルサーピー38欲しいな。ちょっとアマゾンで探すかって思ったけど、やめよう。画像にしよう。わー、いいなーって思ったら、ケロヨンが持ってたやつじゃん。あれ、20世紀少年のゲロゲロって言ってたね。あの20世紀少年のね、映画のね、ケロヨンが持ってたやつです。喋ることないわ。あのマインドセットじゃないな。マインド習慣になっちゃうんだよ。おじいちゃんがどうのこうの話した。うわ今不謹慎じゃないんで、これ本当に思ってるんだけど、ちょっとコミカルじゃない、ポップにしてるんだけど、ポップの仕方が邪悪だから、マジで悪いやつに思っちゃう。そうやっておじいちゃんの死をいつもね、いじるような嫌なやつだと思われちゃうけどね。ネチネチ言ってくよ、覚えてる限り。機械
お風呂入んなきゃな。お今日お風呂入った時5時間おきにお風呂入ろうって言ったけど、あーでもなんかそのすごい気が狂ってる、あ気が狂ってんじゃなくて気が抜けてるわ、プワンプワンしてる、プワンプワン。飲み物で一番いいものってなんだ、あっさりしてるけどいいものってなんだ、水かな、やっぱうまい水だな。なんか古川優香水好きじゃないらしいけど、何水好きじゃない女多いよな、女って水好きじゃないらしいよ、ね、あんまり、あ俺の適当なね水好きじゃないやつ多いなと思って、ジンジャーエール飲むなよ俺水好きですよみたいな話なのかなって思ったら、ジンジャーエールこいつ飲むし、なんかジンジャーエールのラベルダサくなったよな、一個前のジンジャーエールのさラベルかっけえわ。でもあの時からカナダドライなんだよね。違う、カナダドライの主張が強くなってない、あそんなことないか、ジンジャーエール、ジンジャーエールってさめちゃくちゃあれだよね、そのまんまだよね、ジンジャーエール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 、なんじゃジンジャーエールってなめんな、ジンジョネーター、いやジンジョネーターっていいよね、ジンジョネーターだよ、だって語呂良すぎじゃない、あのバンジョカズーに出てくるジンジャー、ジンジンジャーだ、ジンジンジ、ジンジアエールになった。なんかジンジャーエールの昔のラベル、あ年代ごとにラベルがあるらしい、あーすごい変わってる、カナダドライ、カナダドライ、あーでもすごいな、2個前のラベル黒でかっけえわ、もう黒ってだけでね、もう条件反射でかっこいいって思っちゃう、2年ごとにあデザイン変えてるわけじゃねえ、邪魔なんだよなんかよくわかんないやつが、カスがよぶっ飛ばすぞ本当に、うんぶっ飛ばしませんけどね、うん、2018年2016年2020年2018年2016年2010年、やっぱ人気だったんじゃん黒いの、6年も続いてるよ、買えるな、一気に安くなったな、よくわかんねえ、なんかブドウみたいの入れやがってよ、ブドウみたいなパッケージやがって、ちょっと前までので絶対よかったじゃん、2010年からのモデルが明らかに6年続いてんだよ、なんで買えるんだよ、なんか水溜りボンドもな、なんかよくあの人たち挑戦挑戦って言うけどさ、何でもやっぱ変化し続けなきゃいけないのかな、やっぱでもまあその数字っていうものを維持するっていうか上昇、維持ってものはない後退だとか言うけどさ、うん維持はなくただ下がっていくだけだから上がり続けなきゃいけないっていうあの人たちの考えだけど、何でも挑戦すればいいわけじゃないけどな、うん、でも何かやることっていうのはすごい大切だし、まあ、切り開いていくことっていうのは大切なんだけどな、でも俺はそれでもうあの水溜りボンドメンバーシップ、黙れよお前、ムカついてきたな、俺時計変えようかな、アラームなしの時計に変えるわ、本当にお前嫌いだからな、おいお前はうるさいんだよ、ちょっとやそっと乾燥したくらいでピー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 わめくね、マジで本当に俺はお前にイラついてるしさ、あのボタンをちゃんと押し込まないとお前の音があのなくならないんだよ、この音を止めるみたいなね、あの本当にしっかりホームボタン、ここにあるねホームボタンを押し込まないとこいつはね止まらないのよ、この野郎、あ、ちょっと壊れた。ちょっと壊れた。あ、文字盤がグラグラしてる。最悪だね、人間として。うん、そんな口でね、口でブツブツ言って終わるかと思ったら、普通にね、肘で攻撃する、最終的に。最低最悪だ。俺が最低最悪だ。そんな弱っちい最低最悪ないぞ、雑魚がよ。な。低悪で。低悪でそんな差はつかねえよ、まあ、てなわけでね終わるノリみたいな、やっぱ喋るの好きだからさ、あーでもな休養をしなきゃな、別に、うん、休んでる最中に休むっていうねわけのわかんないことしてるけどさ、でも、もう治んないな精神病そんなすぐに、まあでも漫画買ってすごい虚無な気持ちになって、やっぱさ悲しいことが起きるとその人が購買意欲が湧くっていうのでいっぱい漫画買ったのかって言うと別に違くて、うん、あのそもそもずっと漫画買いたかったっていっぱい揃えたかったコンプリート欲みたいな、でも買って虚無な気持ちになったね、あの新刊を揃えたっていうか漫画買ったんですけど、その漫画って全部ジャンプの連載であの見てるやつなので、なんか全然意味なく1万5000円使ったみたいな気分になってすごいなんか嫌になりました。でもね
今呪術廻戦とかチェーンソーマンとか見返してんだけど、面白い。チェーンソーマンは見返してないけど、別にあのサムライソード編を見ておもろいなーって思ってました。でも呪術廻戦面白いな。でもあのその電子版で画質悪いの何、そこそこはよくしてよ。もうゆくゆくは 4K 画質とか欲しいよね。 4K くらいにしてほしい。極限までの画質でもすごい画質にすると今度はめちゃくちゃデータ重くなるんでしょって思ったけど、動画じゃねえんだからよ、うん、動画じゃねえんだからちゃんとさ、あの電子版の画質はよくしてほしいな、うん、どんどん更新していってほしいって言っても金がないんだよね。いちいちさ、その紙だったら一回やるだけでミス修正するだけでいいけど、じゃあ画質をどんどん良くしていきますかって、お金あげたって言って別にさ、じゃあ大々的に画質良くしたよってことを言っていかなきゃいけないんだよ。別に本当は大々的にするもんじゃないんですけど、電子版っていうのをね、更新するとすごいお金があるので、お金がかかるので、電子版ってね、あの見づらいんじゃないかってのでも結構、お前よ、あ、めちゃくちゃ鳴る。反逆だこいつ。いや俺マジで綺麗だ。電池抜くからなって、カスがよ。電池抜いたら俺の勝ちだからな。人間様なめんなよ。いや絶対呪いじゃんこれ。呪術廻戦見た後じゃん。ごめんね、肘鉄しちゃってって言いつつね、電池抜いておきながら。肘鉄したのはね、肘鉄ってお母さんが言ってたからちょっと笑っちゃったわ、ね、そのお母さんから聞ける昭和の情報俺結構好きなんですよ。俺知らんから。はい、日曜日だけが映ってます。あー、めちゃくちゃいろいろ映るとこだった。日曜日だけがある。もう俺こいつ嫌いなので。本当はお前すごい便利だよ、カレンダーも見れてね。それか音が出るとこだけ壊さなきゃいけない。俺は明らかにさ、あのアラームオフってとこにやってんのよ。なんでアラームが鳴るのなあ。お前はダメじゃないか、それは。本当に俺も切れたのでおしまいです、こいつは。なんで、何が感想だよさ。腹立ってきた、すごい腹立ってきた。ということでね、今日から俺の相棒になるのは、こいつですね、めちゃくちゃうるさい、ライジンですね。はじめ社長がいっぱい持ってた。あ、金持ちになったらルンバ5台一気に稼働させて、もう鼓膜ぶち破りてえわ。ルンバってめちゃくちゃうるさいんですよ。あれを5台一気に稼働してね、鼓膜ぶち破くからな、それで俺が。いやじゃあじゃあじゃあ、ゴドン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 、カン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 って。もう俺はルンバベイブレードするから、マジで。あ、でも電池がなくなってきてるから色が薄い説あるな。電池入れてくるわ。電チンチン。よし、メンタルリセット。メンタルリセットってちょっと前で言ってたね、大悟さんじゃなくてガクトさんね全然違う。大悟さん3をつけるとさ、あれになるよね、すごいやつの方、いろいろ便利なことを教えてくれる方の大悟。最近はね、元、まあ、メンタリスト的だけど、今はね、便利なことを教えてくれる人だから、こういうことするといいですよってことを教えてくれる人、困ってたらこういうことした方がいいですよっていう人だから、いい人だよあの人は。うん、うん、なんだかんだ言ってね、情報教えてくれるからって言って、まあその情報で続いてるのはテレビ見ないことくらいだね。あのテレビ見るとマイナスな情報が来て、購買意欲をかきたてられるんですよ、マイナスのニュースって。で俺テレビ本当に嫌いなの。テレビの音が嫌い。あのテレビってクソだから。ドラマもつまんないし、相棒ずっと見てたけど、 お父さんが相棒ほんとつまん、相棒はもう右京さんだけ見たいよ。面白いもんな。最近だと右京さんが両目失明してもな、プシュアーッっていうね、面白すぎるだろ。不謹慎だけど、うん、っていうかドラマに不謹慎も何もないだろ。作り物なんだからええよもうなんか人格が終わってんな。作り物に何言ったっていいだろみたいな、もう最低すぎるだろ。最低すぎる。よくないよ。でも俺ドラマ好きじゃないんですよ。なんでかって面白くないから。ドラマって作るもんじゃないじゃん。ドラマってさ、人間のドラマがあるみたいなこと言うけどさ、何勝手にフィクションドラマしちゃってんだよ。ノンフィクションのドラマが一番面白いんじゃろうがいいって話なわけなのに、それをやろうとしても作りまがいものじゃ無理だよ。
俺ドラマ好きじゃないんだよな。別にヒーローもさ、見たけど面白くないんだよ。確かに最初の頃のヒーローは面白かったかもしれないけどさ、大抵さ、そうやって続く作品でさ、あぐらをかいてさ、あの固定層のファンを見せるだけじゃん。もう結局ドラゴンボールとかひどいじゃん。スーパーとか最近もひどいよなって思ったけど、なんでドラゴンボールがひどいかって、あれ間延びでしょ。尺を伸ばしてるようなもの、尺を伸ばすの究極系でしょ今ドラゴンボールがやってるの。てかもうドラゴンボールスーパーって終わったよね。もうやらないよね。やら、でもやりそう。 ドラゴンボールブロミンをやったしさ、原作でスーパーとかやってるしさ。でもスーパー本当早く打ち切った方がいいよ。あれなんかよくわかんないセンスのないかい、あの宇宙人に負けてるもん。いろんなやつはもう終わりだよ。ワンピース、ワンピースじゃない、ドラゴンボール、あ本当やめた方がいい。マジでよくやるよな、ドラゴンボールの名前使ってそんなつまんないもの。ドラゴンボールウーブ早く出せよって思うんですけど、俺ウーブ出さないの分かったわ。なんでかって言うと、今やっとフリーザがさ、ゴールデンフリーザーってやって、破壊神だろなんだかんだろ、創造神だなんだかんだろ、全王だろなんだかんだろ、ジレンなんだかんだろ、ヒットなんだかんだろ、なんだ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 ってなって、次セルが行くんだ。セル破壊神12体吸収しましたみたいな感じね。創造神も吸収しました、めちゃ強だよみたいな流れが来て、でモロがいっぱい星を食べて、でバトルだでん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 みたいな、でセルでん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 みたいなやったり、魔人ブー、なんで魔人ブー活躍させないかっていうと、魔人ブーは最後だからね。魔人ブーもいっぱい吸収しちゃいましたってね、12個の宇宙全部吸収しちゃいましたでん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 みたいな感じでやるでしょ。でん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 ってやったり、ブーやったりクーラーやったりさ、なんかよくわかんないカードデータ出すのをキャラ出してきたりさ、最近だと魔人ブーのね、人造人間21号だっけ、21号を出してきたり、なんか魔人ブーと人造人間のコンボみたいなね出してきたりね、スーパーね、ウルトラセルだみたいな感じでね、セルがあの子供のセルを作ってそれを吸収してどんどん強くなるぜみたいな、なんかよくわかんないことしてて、でセルが本当にその吸収したっていうかね、吸収してもうセルがスーパーサイジになるみたいなね、セル、スーパーサイヤ人、スーパーサイヤセルだみたいなね、そういうのやって、で最後の最後、最後もうやり尽くしてやり尽くして最後にオールスターよ。って思ったらさ、シェンロンが戦う話もうやってたんだね、 GT で。やるなよ。もうほんとね、骨の髄まで概念すらしゃぶってく、もうないのに、虚空って虚空しかない、そこにはもう何もないのにベロベロしてる。ほんとに最低だよね、ほんとに醜い、ほんと生き恥だよ。言ってやれよな、国志望は。薬飲んだのに尋常じゃなく鼻が詰まってる。舐めるなよ本当に人を。薬を飲んだら治れてなわけでね。うるさっ。俺もなんかいろいろあってビビリになっちゃったんだよ本当に。今いつもビビリだけど、俺さもう今疲弊してる状態だから、ビリリリビリリということでね、飲み物と、時計の電池を交換していくので、一旦やめさせてもらおう。まあ、一旦やめさせてもらいます。ね、出ましたね、オズワルドの。ほんとそうだよって。共感しちゃうやめ方ね。一旦やめさせてもらいますって。やめさせてもらうわ、解散。恐ろしいね。漫才一個作るたびにね、あの解散していく漫才師。やめさせてもらうわ、解散してます。あ、解散しまーすって。やめさせてもらうわって言うたびに解散するやつね。すごいね。頭おかしいじゃん。やめなよ、そんなめんどくさいこと。もうええわ。もうええわって。自分から始めといてなんだよ、それ。ムカつくの。ってなわけでね、一旦やめさせてもらいますって。オズワルドじゃん。オズワルドじゃん。オズワルドじゃん。は?同じこと3回言うねん。ってことで、あざした。あじゃし、あじゃした。あじゃしたやん。あざしたはさ、あざした。うん、でさ、ザコシが言うから。ザコシって言ってもね、ハリウッドザコシショウ、ザコシショウさんね。ね。ザショウさんが言うから、ザショウさんが言うから。ザショウって名前作るね。ザコシショウさん。師匠が言うから。まあね、ハリウッド、言いづらいなぁ。ってなわけで。なんか最近はあざしたでやめがちだな。ありがとうございました。
全く思ってません。あざしたが一番いいね。やめづれえわマジで。やめなくていいか別に、もう俺はあいつの電池切った腹立つから。そしたらマジで反逆されたので、ね、電池抜いたら勝ちでかなってピーってなったらもう心霊現象。俺がこの多分ね、あの電池変えてる間心霊現象が起きる。心霊現象起きる。心霊現象って言っちゃう。まあ、でも心霊現象でいいか。心霊現象って。心霊現象。心霊現象。心霊現象。怖いんだよ、目。黒目だけなるべく、隙間を詰めて黒目だけにしてるんですよ、目をつぶって。吐いた。コーラ飲んだり、お菓子食ったりして歯磨きしてるんだから、歯痛くなるよね。歯もザラザラして最悪。じゃあ歯磨きとかしてくるか。歯磨き動画撮ったりするじゃん。でもいいや、あざしたで。あざしたって終わり方が一番いいけど、ハリウッドザコシショウさんはそこはね、ディスペクトしてるということで、あざ。やめれないわ。やめられない、止まらない。これが動画。楽しいことって、好きでやってる楽しいこととか、好きな楽しいことって、ね、楽しくて好きなことってやめられないんだわ。やめられねんだわ。うん。金ねんだわな。一時期つまんねえやつら、つまんねえツイッターのやつがずーっと小室圭ディスってて、小室圭いじってて、ほんとつまんなかった。地獄だよ、地獄。地獄ってやっぱね、死んだらあるんじゃない、もうあるんで、地獄っていうの。地獄だな、ほんとに。ツイッターほど地獄だもん、ね、あいつはほんと全然つまんねえ。なんかそういう系の人いるじゃん。なんかババアがそういうこと、ババツイッター、ババアネタツイッターって、大体なんか形が決まってんだよな。あいつは全員決めは、でも多分ババアじゃねえんだよな。ババアみてえな、おじさんなんだよな、全員。うん、ああいう形のやつら嫌いだわ、うん、いや嫌いじゃない、単純に面白くないなとは思う。で別に嫌いじゃない、嫌だなとは思う。なんか小手先の笑いみたいな、いや小手先の笑いじゃないんだよ別に、うん、笑いじゃない、小手先のおもろ、うん、笑いじゃない。笑いって難しいからな、笑わん、やったことないからわからないけど今現在進行形で、まあ、なんさ、一番メジャーな笑いは何一つとしてやったことがない。でも喋るの楽しいな。でもさ、喋ってるだけでいいじゃんって一時思ったけど、そうしたら気が病んじゃった。気がめいった。燃え尽き症候群ってわけじゃないんだけどね、やってて楽しくなくなったね。全然面白いことはしてないんだけど、面白くなろうとを、この伺いつつっていうか、この、ね、達人の間合いじゃないけど、面白いこといつ言ってやろうかっていう気持ちを持ったまま。だから、ダイエットは諦めてないけど別にダイエットはしてないっていう状態みたいな感じで、面白くなろうとすること、面白いことしようとすることは諦めてないんだけど、全然面白い感じのことはしない。でも面白風は全く出ないし、ね、もう喋ってるだけで、真面目に喋ってる人間って面白くない、うん、真面目にその喋ることに対して真摯に向き合ってる、謙虚に向き合ってるっていうの、真正面から向き合ってるっていうのかな。うん、俺は独り言と相撲を取ってます。はい。一人相撲だし、独り言と相撲を取ってるって。一人相撲だし、独り言と相撲を取ってる。独り言と一緒、相撲してるからって言って、一人相撲ってわけじゃなくて、一人相撲なんだけど、独り言と相撲を取ってるって。ああ、ちょっとこんがらがっちった。よくわかんねえや。ああ、よくわかんねえ、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 わかんねえ。単純に俺は、旅行中で完全に壊れた。もう一段。うん、なんか層がちょっとずっと続いてる。ちょっとやっぱ辛いことが上がると、あるとさ、無理やりテンション上げちゃう性格だからさ。明らかに多分俺辛いんだ今。気づかないけど。涙は出ないけど俺って辛いんだ今。おじいちゃん死んじゃったしね。うん。でもおじいちゃんが死んじゃったことじゃないんだよな別に。それもあるけど、そりゃあるよ当然。あとその話もしたくないな。と言いつつするけど。なんか飲み物飲もうかな。あと鼻が一向に詰まったまんまだから、ちょっといろいろ細工を施すわ。うん、じゃあ次の動画でね、会いましょう。次があると思うなよって言いますけど、次はありますよ。大体あります。あると思えばあると思います。ないって思ってなくそうとすればなくせますが、まあ、次のね、始まおもろ独り言動画で会いましょう。じゃあねー、また会いましょう。またねーっていうのいいよね。マシママサトシさん、マシママサトシさん、マシママサトシさんがさ、またねーって言うじゃん。でもやっぱ俺バイバイだな。うん、バイバーイ、バイバイ、カウカウ。地獄だ。面白いことしようとして面白くなれない男をみんなが見てるっていう、そういう謎の構図かと思ったら誰一人見てないっていう。
まあ、誰一人見てないことはないんだろうけど、みんなっていうほどの人数は見てないんですよね。うん。あ、もうなんか多分辛いから無理やり喋って元気にしようとしてるのかもしれない。でもね、喋れば喋るほど楽しいし、喋ってる間すごい楽しいし、やっぱ時間もすごいね、過ぎていくのよ。漫画読んでる時と喋ってる時が楽しいなって思うっていうか、もういいなって思う時間。いいなって思う時間なんですよね。だからやっぱりその動画のボタンポチッと押したことないけど、もう25分だし、もうすぐ30分ってことでね、一旦区切りをつけてね、俺もいっぱい喋りたいのでね、一旦やめさせてもらいます。またね、なんか今日やめれないときは無理やりやめる感じでいろいろすね。一旦やめさせてもらいます。もうええわ。バイバイ、またね。あざした。やめられないね。うん。いいや、もう。いや、ただ今ひたすらやめたくないな。なんでやめたくないんだろう、わかんないな。なんか5分、10分くらいずっとやめたくないなって言ってる人間、あんまりいないよね。怖いね。なんだろう、俺が辞めたらどうなるってわけでもないのに、もしかしてすがってるんだよ。この動画がついてる間だけは元気でいれるみたいな。うん、いや、今日ほんとつまんなくてさ、やっぱお父さんがさ、家にいるからさ、もうすぐ、もう今日からもうね、日付変わってから仕事なんだけどさ、やっぱずっとお父さんがいてさ、あーきついきついし、腰痛いし、つらいし、鼻詰まってるし、つらいって思ってね。まあ別に、お父さんがいなくなったからってやることはないんだけど、うん。やること喋る動画撮れるで、動画も撮れないしな、お父さんの相棒うるさいし、つまんねえドラマ見んなよみたいな、音うるせえなって思ったら、俺が音楽聴いてる時のでバグネ流した方がうるさいっていうね。うん、お父さんの相棒のドラマの音量はそんなに大きくなかったんですけど、はぁ、よし、別にやめない。心霊現象って言っちゃうね。まあ心霊現象って思いながら心霊現象って言ってるので、ね、許せよ。うん、一時突っ込んでくんねやな。つまんねえツッコミ入れんじゃねえぞ、マジで。つまんねえツッコミは間を刺してるだけだからな。水刺すだけだからな。間違えんなよ。吐き間違えんなよ。うん。チンバチンバ。ってことでね、一旦、やめて、みんなの集中力が違うよね。やめたくないよー。じゃあ、やめたくないよーって言った瞬間動画撮るわ。いや、それもなんか違うな。